はい、どうも皆さんこんにちは、アキヤです。今回ですね、ダヴィンチリゾルブのカラーグレーディングですね、これの基礎をね、すべて理解していけるようなね、動画になっています。僕も最初始める時にね、なんかちょっと難しそうやなっていうふうに思ってたんですけど、意外と全然そうではなくて結構簡単やし、これを覚えておくとね、結構いろんな色表現ができると思うんで、ぜひね、この一本、この動画一本でね、ほんとあらゆることがわかると思うんで、ぜひね、最後まで見てもらえたらと思います。というわけで、ちょっとやっていく前にどんなことがわかるのかっていうのを最初に皆さんに説明をしておきます。1個目がですね、最新のダヴィンチリゾルブのね、内容とか、まあ、機能とかツールとかそういったものを含めて理解できるようになっています。そしてページの解説とか各種ツールですよね。まずそもそもその画面の構成がわからへんとか、ツールをね、どういう風に使っていたらいいのかっていうのがわからへんとかっていうのもあると思うんで、そういったものもしっかりね、わかるようになります。結構盛りだくさんな内容で、この1本でね、ほとんどが理解できるかと思いますので、カラーグレーディングやってみたいなとか、あのカラーグレーディングね、ちょっと本格的にやってみようかなっていう風な方は、ぜひね、今回の動画参考にしてもらえたらと思います。というわけで早速ね、やっていきたいんですが、ちょっとだけ、先日僕カラーグレーディングプロというね、オンラインクラスを開講しました。これはですね、結構カラーグレーディングを本気でやりたい方向けのね、クラスになるんですけど、まあ僕実際映画とかミュージックビデオとかテレビ CM とか、そういったもののカラーグレーディングのお仕事をさせていただいております。で、そういった中で結構本格的なね、色表現がしたいとか、もっとカラーについての知識を高めたい方向けに、こういったね、オンラインクラスもやっておりますので、ぜひね、皆さんこちらも概要欄からチェックしていただけたらと思っております。というわけで皆さん早速やっていきましょう。まずダヴィンチリゾルブっていうのは、このね、左のここの下のところを見てもらいたいんですけど、このメディアカット、エディット、フュージョン、カラーとかいう風に、あのページごとにね、分かれる構成になっているんですね。で、今回やっていくのはこのカラーページでの作業になります。なんで皆さんが動画自体の編集、カット作業とか、こう付け足しをね、していったりとかね、いろんなことをするときはこのね、エディットページになりまして、カラーで、はい、ここで色のね、編集を行っていくような形になっております。はい、こんな感じですね。で、今回これですね、今出ているこの、はい、この動画、これが僕がね、もう事前にちょっとグレーディングをね、してみたようなものになっております。はい、こんな感じ、ちょっとね、重たいんですけど、こんな感じですね。で、元の映像自体がこんな感じでした。はい、で、このように色をね、つけております。で、今これね、ログデータっていうものをね、使ってるんですけど、もし皆さんがログデータじゃなくても、これは全然大丈夫です。やり方によって、全然ね、皆さんの好きなこういった世界観、ちょっとこれ映画っぽいような感じをね、イメージして作ってみたんですけど、こういったことがね、できるようになります。というわけで、ちょっとまあ今回はね、一緒に皆さんとやっていくんで、これを消して、ここからね、一から作っていきたいなというふうに思います。まずやっていく前にですね、この画面の解説から行っていきたいんですけれども、まずですね、この一番ね、ど真ん中、これがプレビューですね、ビューワーになります。ここで今編集していたりとか確認していくものがここに映し出されています。で、この左下、ここですね、ここら辺にいろんなツールがあるんですよね。こういったものを使ってカラーグレーディングの作業を行っていくことになります。はい、ここが多分一番使うところになるかなと思います。で、この左上なんですけれども、ここは結構メニューであったりとか、こんな感じでちょっとね、いろんなものをね、あの引き出したりするときに使います。主にラットと呼ばれるね、これはフィルターのようなものなんですけど、こういったものをね、付け加えることもできるので、ここもね、最後やっていきたいなと思っております。で、次この右ですね、この右に関しては、こういったね、ノードっていうものをね、管理していくような場所になるんですけれども、このダヴィンチリゾルブっていうのは、こういったノードっていうものを使って、カラーグレーディング作業を行っていきます。後ほど詳しくは解説していきますが、こんな感じで、いろんなね、ノードをね、作っていくことがね、できる、そんなね、ところになっています。ここで一括管理を行っています。で、この右下ですね、ここにスコープと呼ばれる、まあ、本当にね、理解しにくいと思うんですけど、こういった感じの波形がね、あるんですね。で、もし皆さん今、これと違うかったパレードとか、ここでね、いろいろ変えてもらいたいんですけど、僕は結構ね、波形にしていてですね、これのね、見方も後でね、ざっくりと解説させていただきます。これめちゃくちゃ重要なものになってるんで、で、これのね、理解もそんな難しくないんで、すぐにね、理解できると思いますので、これもね、まずは説明していきたいなというふうに思っております。
というわけで以上がですね、まあ大体このページの解説という風になります。あんまりね複雑ではないんですけれども、最初の時点でどこに何があるのかっていうのを理解しておいてもらえば、全然ね十分かなと思います。というわけで早速カラーグレーディング作業を行っていきたいんですけど、カラーグレーディングには2つのね工程がありまして、まずはカラーコレクションですね。カラーコレクションっていうのは元のね状態に綺麗に戻してあげるというか、映像をねまずは整えてあげるような作業、これだったら今ログデータになっているので、これをねちゃんとこう色をつけたりとか明るさをつけてあげるっていうのがまずカラーコレクション。その後に自分の好きな世界観とか自分の作りたい色味を作っていくっていうのがカラーコレクションになっていきます。なのでその2つの工程をねしっかりと解説をしていきます。で皆さん今ねこういった感じでサムネイルがねもしかしたら出てるかもしれないんですけど、これ今回1個だけなんでね消してたんですけど、これを消す場合はここのクリップで消せますので、これ消すとねビューアーが大きくなるので見やすくなるんで、これをねぜひやってみてもらえたらと思います。では早速ですね、ノードをね作っていくところからやっていきましょう。まずですね皆さんこんな感じでノード自体はねもう1個ついてると思うんですけれども、まずはねこれを使っていきます。でこれのですね右クリックノードラベルというものを押してください。でこれで、CON、はい、コントラストのね CON というものを作ったんですけど、こんな感じでノードにね名前を付けることができます。基本的にノードっていうのはね作ったらちゃんとね名前を付けて管理しておいた方がいいです。はい、後から編集しやすくなるので、これはねちゃんと名前を付けるようにしましょう。でまずコントラスト、要は明るさをね決めていきたいんですけれども、それのねやり方っていうのが非常にねたくさんあります。まずこのねプライマリーカラーホイールズっていうね左から3つ目のものをね開いてください。でですねここの1つ目のやり方としてはリフトをね下げます。はい、そしたらねこう暗い部分がね下がっていきました。で次原因を上げていきます。これで明るい部分が明るくなっていきます。これでさっきよりもねはっきりとした映像になりましたよね。このノードのビフォーアフターを見たいときはこのね数字のところをクリックしてください。そしたらこんな感じでこのノードのねオンオフを作ることができます。もしくはショートカットキーでコマンド D ですね。こんな感じ全体のオンオフをしたいときはここでもねできます。でこんな感じで、コントラストをつける方法もありますし、右クリックノードグレードをリセットで一回ね今のを削除します。であとはここのねコントラストっていうバー、ここをね、はい、上げていくだけでコントラストってつけたりできます。はい、僕結構こっちでやることが多いですね。はい、この方が結構楽なんで。でこの1個右のねピボットっていうものがあるんですけど、これをねちょっと変化させてもらいたいんですけど、これはコントラストの位置っていうものをね変更させています。そういったものもできます。ちょっと難しいかもしれないんですけど、これもね意外と覚えておいてもらえたらいつかね使える時が来ると思うんで、これもねぜひよかったら覚えておいてくださいっていうコントラストのやり方がさらにあります。でもう1個ぐらいあるんですけど、これも1回消して、このカーブですね、はい、ここの一番1,2,3,4,5,6,7、はい、左から7個目のこのカーブというところのこの一番左、これですね。こういったものがあるんですけど、これはですねこっちが暗い部分で上がね明るい部分になります。でこれの低いところをね下げてあげて、この上の明るい部分をより上げてあげるっていう風なコントラストの付け方も可能です。もしくはここでリセット、こんな感じで S 字にねしてあげるっていう風なやり方もコントラストをつけるところでは結構ねよく使われる方法になります。今回はこれでいきたいと思います。で仮にもし皆さんがねもう少し明るさ足したいなっていう時はこのゲインをね上げてあげたりとか、オフセットでね全体を上げてもらってもいいですし、逆にね暗い部分をもうちょっと暗くしたいなっていう時はこのリフトをね下げて、でガンマも下げてっていう風にしてあげると、よりね引き締まった映像にね近づいていきます。では続いてねそのまま色をねさらに出していきたいので、ノードを追加します。右クリックノードを追加、シリアルノードを追加で出すことができます。はい、こんな感じですね。でまた右クリックノードラベルですね。ここで次サチュレーションなんで SAT と名付けましょう。でこの色の付け方なんですけど、僕はこのサイドで普通にこう上げることもあります。もしくはここのね左から5つ目のこの RGB ミキサーっていうので、この赤の出力を赤、緑の出力を緑、青の出力を青、これをねそれぞれ上げてあげると、よりねサイドが綺麗に出てくるようになったりもします。これをした上で僕はこのねサイドを下げるっていうこともしますし、もしくはここのね右から3つ目のねこのキーっていうところで、このノード自体ですね、これの強弱をつけることもできるんですよね。なのでこれの
起出力を少し弱めてあげる。そしたらノードのね強弱を和らげてあげることができるので、ちょうどいいところをね目指すことも可能です。こんな感じですね。これでかなりね良くなってきました。ビフォーアフターを見てみるとこんな感じです。ビフォーアフター、ビフォーアフター、はい、良くなってきました。では続いて、もう一回ね、右クリックノードを追加、シリアルノードを追加で新しいノードを追加します。もしくはショートカットキーがあってオプション S でも追加をねさせることができます。で、次がですねこのノードラベル WB と、はい、名付けてください。こんな感じですね。で、これホワイトバランスという風な意味があるんですけど、これ白をねしっかりと正常に取っていくっていう風なねものになってきます。で、ここの色温度っていうものをね変更させてあげて、このね温かみですね、そういったものをしっかりと整えてあげる作業をね少ししたいと思います。これの目安としては、まあここのね白い部分、本来白の部分をちゃんと白に持っていってあげたらね結構なるんですけど、今回ね割と綺麗にはなってるんですけど、それをね調節していきます。で、このこれですね、これを押してあげてこの白であるところに打ってあげます。そしたらよりねホワイトバランスが整いました。まあすごいねわずかなものなんですけど、こういったものを覚えておくことによって適切なね色温度を調節することもできます。これのビフォーアフターを見てみましょう。ビフォーアフター、わかりますかね。若干オレンジ味が強くなりました。こっちだったらね若干青かったんですね。で、これでしっかりとね白に戻してあげましたと、っていう風な流れになります。で、ここまででカラーコレクションがまあおおむね完成かなと思います。これをねビフォーアフター見てみると、ビフォーアフター、はい、だいぶと綺麗に、ね、なってきたかなと思います。ではですね、もう一回ノードを追加します。ノードを追加、シリアルノードを追加でもいいんですけど、オプション S でショートカットキーで追加することもできます。で、次がですね、ノードラベルルックと作りましょう。こんな感じですね。ここからいよいよカラーグレーディングにね入っていきたいなというふうに思います。ではですね、ここのね基本的にホイールで使えばかなりねやりやすいかなと思うんですけれども、ここのホイールの中心の部分にこんなね白いセンターのねポイントがあると思うんですけど、これをねちょっといろんな方向にずらしてみてあげてください。そしたらね結構もう大きくね色味が変わってきてるんじゃないかなというふうに思います。で、これで結構いろんなね世界観を作っていきます。僕だったらこの原因をちょっとオレンジと黄色との方にしていって、このガンマをちょっと緑側にします。緑とか青とかこんな感じですね。このままリフトもちょっとね青とかの方に振ってあげます。こんな感じですね。どうでしょう、これでね結構なんかちょっと映画っぽくなったかなと思います。このコツとしてはリフトとガンマをちょっとね青とか緑寄りにねちょっとこう傾けてあげる。で、この原因とかをちょっとこうオレンジとかちょっと黄色とかこっち系に寄せてあげると、割とねすぐ映画っぽいような質感をね出せることができます。で、これもビフォーアフター見てみましょう。ビフォーアフター、これすごいですよね。だいぶと変わったんじゃないかなっていうふうに思います。これでねだいぶとこう世界観ができてきたんですけど、まあ、結構あの映像のねカラー編集のね中でのルールとしては、この人のね肌色の部分にこう色が被るとねあんまり良くないんですよね。なので、このね肌色の部分だけを抜き取った編集っていうのもね今からちょっとやっていきたいなというふうに思います。こっからですねちょっと肌色をね戻していきたいんですけど、一旦これを非表示にしてください。で、このまま右クリックノードを追加、シリアルノードを前に追加っていうふうにねしてください。そうしたらこんな感じでねノードを1個前に出せます。はい。で、これをちょっとオフにした状態で、作業にしていきます。で、ノードっていうのはこの左からこのね右にかけて色がね適用されていくので、ここの一番左のものが一番埋もれていくっていう風なね、理解をしてもらえたらいいかなというふうに思います。なんで、これは今このいろんなね色を乗せてるんですけど、この色っていうのはここの4つ全体にかかっているっていう風なね認識でいてもらえたらと思います。では、ここのね中からちょっとねクオリファイヤー、これですね、これを使って抜き取り作業というものをやっていきます。で、このね一番左のねスポイトになっていることを確認して、このスキントーンにねちょっとなぞってあげます。こんな感じで、で、ここの左のねここ、これを押してあげると、なぞった部分が選択されているね範囲をね示してくれています。で、これでスキントーンだけをねなぞっていくっていう風なね作業を行っていきます。こんな感じですね。っていう風にやっていってですね、ここの色相彩度輝度っていうここのねものを使って
て、この範囲をより綺麗にしていく作業を行いたいんですね。なのでこのサイドからこの低いっていうところをね調節してあげたりとか、まあ輝度もこういう風にね調節してあげて、あとこの幅でねより鮮明にさせてあげたり、このソフトネスっていうものでこのね境界の部分を柔らかくしてあげる、ちょっと馴染ませてあげるっていう風なね、いろんな調節をね皆さんしてもらえたらと思います。こんな感じで、ね、綺麗にこのスキントーンが抜けました。でこれを戻してあげると、特にね何も起きてません。これ抜いてるだけなんで。でここに、例えば皆さんがここのホイールでサイドをね足したいとなったら、このね、はい、選択した部分だけのサイドがね高くなっていきます。で今回このちょっとサイドをね上げてあげて、で次このルックを戻してあげます。はい、そしたらこのねサイド戻ったこのスキントーンにもまだねこれ上に乗っかっちゃってるんですね。せっかく抜き取った部分にはここのルックでつけた色が乗らないようにしてあげます。要はこのスキントーン以外の部分に色をつけたいっていう風なことですね。そういった時はこのままルックの濃度を押して、でここの名前をねちょっと先にスキンにしておきます。こんな感じですね。でここを右クリック、濃度を追加、レイヤー濃度を追加でですね、こんな感じで下にねついてきたかと思うんで、このね下の青と青をね引っ張ってあげてください。そしたらこれレイヤーノードっていうものの役割で、この今スキントーンのところ以外をここで切り抜いて、それ以外の部分だけにこのねルックをかけてあげたっていう風なねところになります。なんでこのスキントーンは保ちつつ他のところにね、はい、色をつけていくことができた、そんな風に、ね、なります。ちょっとねこのレイヤーノードとか、あとパラレルノードっていうのもあるんですけど、それね結構使い方がねややこしいんですけど、レイヤーノードっていうのはねこんな感じでいろんなねノードをねこう分離しながらね色をね補正できる、そういう風にね理解してもらえたらいいかなと思います。では次このままノードを追加、シリアルノードを追加していきます。次ちょっと別のノードを追加、パラレルノードを追加っていう風にやってください。でレイヤーとねパラレルはこういった感じでミキサーが出てくるんですけど、これにねあんまり意味はないんで、あんまりね深く考えなくて大丈夫です。で次こっちにですね、例えばグリーンと入力をします。はい、でこっちがオレンジになります。はい、これ今から何をするかというと、特定の色をね、様々な変更を加えたいときに使えるようなものを作っていきます。でこれですね、今から何をしていくかというと、この緑だけとかオレンジだけっていうのをいろいろとねこうそれぞれの色を変更させていきたいときに、こんな感じでパラレルノードを作っていくと結構便利です。でパラレルっていうのはこう結構交わっていくような並列したっていう意味があるんですけど、このグリーンに加えた変更とこのオレンジに加えた変更をこうミックスさせて次に行くよっていう風なねものになっています。なんでこの次にシリアルを置いておきます。こんな感じですね。はい、でこっちはミックスではなく分離ですね。レイヤーなんで分けるっていう意味があります。では次このグリーンをね使っていきたいんですけど、このね、はい、後ろのグリーンとかをちょっとね変更させていきたいと思います。この左からカーブを行って、この左からねじゃあ2つ目にしましょう。でここは基本的にこう画面の中を押してあげます。はい、そうするとこんな感じで選択範囲が出てくるんで、これをね上下に持ち上げてみてください。そしたらそのね選択した部分の色が結構変わっていくんですよね。これ結構使います。グリーンをもう少しグリーンとか枯れ葉にしたかったらこっちだし、もっと濃いグリーンにしたかったらこっちにね向いていく。で最終青とか紫にしていくこともできます。なんで今回ちょっとね若干枯れ気味の感じにしていきます。こんな感じですね。でこれはですね色相 vs 色相っていう、要はその特定の色自体の色味を変化させてあげるっていう風な変更ができます。でこの左から3つ目ですね。次こっちはですね、このまた緑をね選択してあげて、また選択範囲が出るんですけど、これをね見ていくと、はい、色のねこっちはサイドですね、上に持ち上げた色が濃くなって、下げたら色が薄くなります。だからこれは色相 vs サイドっていう風になります。特定の色のサイドを変えたいときはこことかもね、はい、こんな感じでちょっとね足してあげるとよりね強調された編集をねすることができます。まあグリーンはこんな感じでいいと思います。で次オレンジですね。でじゃあ次オレンジをちょっとそしたら減らしてあげます。この色味をね、はい、今色相サイドのところでちょっとこのオレンジをなぞってあげて、これをね下げてあげます。こんな感じですね。はい、そうすると色がね結構落ち着いてきました。でちょっとねこう選択範囲も広げてあげたりとかしてあげるとよりね綺麗に馴染んでいきます。下げすぎるとねスキントーンまでいっちゃうんで、ここはねあんまり行き過ぎないぐらいがいいかなと思います。
良くなってきました。でオレンジはね結構綺麗なんで、このオレンジ自体を変更をねさせる必要はあんまり、ね、ないかなと思います。なんで大丈夫です。はい、でこれでちょっとここの2つビフォーアフターを見ると数字をします。ビフォーアフターかなり変わりましたね。はい、いいと思います。という感じでそれぞれのこう細かい色とかの編集をカラーグレーディングとも言いますし、こういったものをねセカンダリーのグレーディングというふうにもね言ったりもします。というわけでだいぶとねできてきましたね。では最後にですねここにラットをねつけていきたいと思います。ノードラベル LUT ですね。はい、ラットと入力します。で今回このラットっていうものをつけていきたいんですけど、このラットって何かっていうと、まあ、要はフィルターみたいなものになるんですね。でこのフィルターっていうのは、基本的にねこう最後ら辺につけてあげてください。ラットっていうのは情報量をね適用させるんですけど、それでですねちょっと画質がね若干落ちてしまうんですね。なのでこう極力最後のね仕上げに若干つけてあげるっていうのが一番望ましいです。で今回ここにもねたくさんラットがあるんですけど、今回ちょっとね僕の販売してるこのねスペシャルラットを、ね、使っていきたいと思います。じゃあこのフィルムルックっていうものを使います。でこれをね当ててあげるとこんな感じで一発で、はい、プレビューできます。でこれを右クリックラットを現在のノートに適用でラットをねつけることができます。こんな感じですね。まあただこれだとねかなり濃くなっちゃってるんで、これのねはいキーですね、このノード自体のこの出力のまあ言ったら強弱ですね、これをつけていきます。はい、なんでこのねキー出力をここをね少し下げていきます。はい、濃すぎないところら辺がをね目指していきますよ。まあだいたい 0.2 とか 0.3 ぐらいがねいいかなと思います。こんな感じですね。でこのねラットっていうのは色の情報ももちろんなんですけど、ちょっとねコントラストもね引き継いじゃうんですね。なんでここのプライマリーからコントラストをね逆の方向にね、はい、やっていきましょう。こんな感じで薄くします。はい、まあだいたいこんな感じですね。 0.6 とか7ぐらいでいいのかなと思います。でまあさらにねちょっと微調整としてこうガンマをね上げてあげたりとか、あとはねもう少しリフトを締めたいなと思ったらこんな感じで締めていくっていう風にね微調整をしてください。これでどうでしょうか。だいぶとね映画のようなルックに仕上がりました。これのね全部のビフォーアフターを見ましょう。ビフォーアフター、ビフォーアフター、良くなりましたね。はい、っていう感じで、いろんなね、はい、編集をすることが可能です。というわけで、まあ、大体ね、ざっくりと、まあ、カラーグレーディングのね、基本的なところはここまでになるんですが、まあ、せっかくなので、ダヴィンチレゾルブ18の新機能であったりとか、もうちょっとね、こう、応用のところもね、紹介していきたいなというふうに思います。で、ダヴィンチレゾルブっていうのは、いろんなエフェクトをね、つけることができるんですけど、今回このスキンのところで、ちょっとエフェクトをつけていきます。こんな感じでね、いろんなエフェクトがいっぱいあるんですけど、このビューティーというものをね、ここにドラッグ&ドロップで入れます。このスキンに入れてください。でちょっとこのラットは消しておきましょう。でですねこのダヴィンチリゾルブ18の中から出てきたこのウルトラビューティーですね。はい、これがねまあすごいと、なんでこれもねぜひ皆さんに紹介していきたいと思います。でこのスムースとかディティールリカバリーとかあるんですけど、これで要はそのね肌の質感とかをこう整えていくことができるんですね。これちょっとね拡大して見ていきたいんですけど、ここのねはい、パーセンテージを上げてください。200とかこんな感じですね。でここのスムース、ここをね下げるとこの要はディティールがある状態になるんですね。これ何も補正しません。ここをちょっとね上げてあげるとよりね滑らかになっていきます。こんな感じですね。これすごいですよね。こういったことがねダヴィンチレゾルブではできますし、この18にバージョン18でこのねウルトラビューティーでよりね細かくすることができます。でこのディティールリカバリーというものがあるんですけれども、これっていうのはこのねスキントーンを補正するとね結構補正してる感、まあ加工してる感がすごく強くなってしまうんですね。なのでこれをねちょっとこうディティールをねどこまでこう減らしていくかっていうのをねこう値を決めたりすることができます。こんな感じですね。で逆にテクスチャーの復元っていうこの1個下のところを選べば、テクスチャーっていうものがさらにね自分で出すことができます。まあこういったきめ細かなねこうちょっとしたまあシワじゃないですけど、こういったねディティールをこっちで復元させていくことも可能になります。でこの全体のブレンドでこのね今の作業の 100% のうちにどれぐらいをね当てるかっていうのを選べたりもします。でまあ全体をやってもうちょっとスムーズでいいかなと思ったら、ここをねちょっと強めてあげたりとか、このねところを下げてあげるとか、こんな感じですね。っていう風にウルトラビューティーというものが搭載されて、かなりね、特に女性のねムービーでは役に立つんじゃないかなと思います。でここ適用に戻しましょうっていう風な、スキン補正ができたりもします。
まあ、このような感じでこのエフェクトっていうものもすごくねダヴィンチリゾルブにはたくさんありますので、ぜひね皆さんに使っていただけたらなというふうに思います。で最後にちょっとねスコープの方も皆さんにね、まあこれだけ覚えておいたらいいんじゃないかっていうのがあるので、それだけねご紹介します。まあ、適当にラットを追加してもらって、このスコープっていうねものがあるんですけど、波形とパレードどちらでもいいです。今回は波形にします。で一回このゲインを上げてください。でここまで行くとします。はい。でこの一番上のラインですね、ここを一番上を過ぎたらこれってアウトなんですね。見てもらったら分かるんですけど、ここ真っ白になって、これが白飛びって言われるものになります。もうこれ以上の情報量が見えなくなっちゃうんで、これは映像業界的に NG です。なので明るさを上げるときはここのギリギリのラインを狙ってください。つかない程度に、はい、こんな感じですね。っていうところの基準を1個ね知っておくだけでだいぶと映像っていうのは変わります。で逆もしかりで、この下ですね、暗部の部分、このリフトも超えるとここの辺が黒くなりましたよね。これが黒つぶれです。これももちろんアウトなんで、リフトを下げたいときはもうこれ結構限界なんで、もう少しねこう引き締めたいなっていうときはさらにちょい上のガンマですね、ここの部分を引き締めてあげるっていう風にやってあげると、映像のねルールにのっとった明るさの調節ができるっていう風になります。では最後にですね、さらにもう少しだけ皆さんにねお伝えして終了します。ノードラベルで NR と入力をしてください。こんな感じですね。はい、これ何かというとノイズリダクションです。映像のノイズをね取っていきます。こんな感じでちょっと拡大していきましょう。まああんまりねないんですよ、綺麗なね映像にはなってるんですけど、若干こうノイズが出てますよね。これをねちょっと取っていきます。でこれは有料版のダヴィンチリゾルブでしかできませんが、一応ねやり方を知っておいてもらえたらと思います。でこの左から6つ目モーションエフェクトを切ってください。まあ簡単です本当に。ここの敷地を右にね振っていけばノイズがねなくなります。これノイズリダクションになります。ちょっとやりすぎると逆にあれなんですけど、このノイズっていうものをねこう簡単にね除去していくことができます。これがビフォーで、いや徐々にやっていくとこんな感じですね。はい、すごいスムーズになってきました。こんな感じですね。はい、っていう感じでこうノイズリダクションっていうのがダヴィンチリゾルブではね結構簡単にできます。で僕としてはノイズリダクションをねするのは全然 OK なんですけど、オプション室でノードを追加して、でさらに僕は最後にねビットディティールを追加していきます。それは何かっていうと、ここの部分なんですけど、これはこうディティールをねあえて出すことができるんですね。これマックスにしました。こうビフォーアフター、はい、ちょっとつきますよね。ノイズリダクションするとちょっとのっぺりしちゃうんですね。なんでちょっとシャープネスにしてあげる。これぐらいかな。はい、こんな感じですね。いかがでしょうか。だいぶとね、映画のねような感じになったんじゃないかなと思います。でさらに一番上のここのメニューのタイムラインで出力ブランキングのねこの 2.353940 このどれかを選んであげると、こんな感じで黒帯をつけることもできます。はい、これでねより映画感が増すと思うんで、ダヴィンチリゾルブのカラーグレーディング意外とね簡単にねいろんなことができるので、ぜひね皆さん今回のね、これを覚えていただいて、ご自身のねカラーグレーディングに役に立てていただければなというふうに思います。で最後にですね、最初にも紹介したこのカラーグレーディングプロ、これねカラーグレーディングをね本気で学べるオンラインクラスとなっております。受講者もですねすごく多くてすごく有益な内容になってるんでね、これをね購入していただくと間違いなくね後悔はしてないと思いますし、もし皆さんが映像制作をお仕事にしていきたいとか、作品作りをね他のクリエイターとちょっとねこう差をつけたいとか差別化していきたいなっていう方は、この色だけで全然できますので、なんでちょっとね興味ある方はぜひね、チェックしてもらえたらなというふうに思っております。というわけで皆さん本日はねこの辺で終了したいと思います。このチャンネルではですね、まあ、ダヴィンチリゾルブの動画とかいろんなカメラのレビューとかいろんな制作の裏側とか映像制作の作り方とかもね発信しているので、興味ある方はぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。というわけで皆さん今回はこの辺で終わります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。